私はちっちゃい頃祖母と一緒に住んでたんですね。でうちの祖母はもう庭で草むしりをしたり畑仕事をする、もうそれが生きがいでした。小学生の時私が学校から帰ります。あ、ばあちゃんがいた、ばあちゃんただいまって言ったら、もうそのね草むしりをしていたね手を止めてね、ばあちゃんがね、あら、てるよさんおかえり、てるよって私の地味な本名なんです、なんかややこしくてごめんなさいね。もうねもうしわくちゃのもう本当にあったかい笑顔でおかえりって迎えてくれた。ちょっと腰が痛い。もうそのね、そのねばあちゃんの笑った顔がもう私本当に大好きだったんですよ。大好きだったって言ってもまたばあちゃん生きてるんですけれどもね。というのが今までの私のネタでした。その祖母は2年前に94歳で亡くなりました。本当に優しい人で、贅沢をすることもなく人に分け与え、何かあったら手を合わせていつも、ああありがたいありがたい、いつもつぶやいていました。その祖母は晩年、まあ、最後ですけれども施設に入っていたんですね。で私たちが時々遊びに行きます。あ、ばあちゃん来たよって、そしたらその車椅子のばあちゃんが、よう来たね、本当に穏やかな笑顔で迎えてくれました。でも悲しいことに認知症が入って、少しずつ私たちと会話が噛み合わなくなっていったんですね。ある時施設に遊びに来ました。あ、ばあちゃんって言ったら、部屋にばあちゃんがねいないんですよ。あら、ばあちゃんがいない、どこ行った。ばあちゃんは隣の部屋で人のベッドで寝てたんですね。ばあちゃん、ばあちゃんの部屋はねここじゃないよ、自分の部屋に帰ろう。あんたは誰ですかね。祖母の中で私っていう存在がもう消えてました。認知症っていうのは死を恐れないために神様がくれた最後のプレゼントだそうです。これが本当かどうかは実際認知症の立場になってみないと分かりません。また実際介護現場にいる方はそんな甘いもんじゃないって思われる方もいると思います。一つだけ忘れないでほしいこと、それは私たちは今のこの状態で置いていくんじゃないんです。忘れっぽくなって少しずつ体が動かなくなって、食事も排泄も人の手を借りないと生きられない、そしてそれをさらけ出さないと生きていけないんです。私はこう思います。老いるとはこういうことだよ。身をもって自分をさらけ出して後世に伝えていく、これが老いるということ。真っ赤な紅葉は散る前が一番綺麗です。人間も最後の時が一番薄口。今年大流行した鬼滅の刃映画ありましたね。こんなセリフがあります。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ。私たちは年を取っていきます。親も友達も年を取っていきます。その人たちとあと何回会えますか。何回一緒にゲラゲラ笑って楽しい時間を過ごせますか。いつかいつか会えない時が来ます。オイルショックは、こんなものに負けないでください。オイルショックって上等じゃないですか。オイルショックって人生がこれから楽しくなりますよっていう合図なんです。こんなものに負けないで今周りにいる大切な人といっぱいいっぱい